ています。私の首がどこなのか。グリフィンドールぜ。キャロイエス。アンタカナナイスミートナイスミートトゥかわいい。どうしたの。Another present. Oh! Me? Yes, me. Yeah. 大興奮のカナちゃんにダニエル君から魔法の杖とローブのプレゼント。グリフィンドール。グリフィンドール。ナイツ。Yep, yours. Three raspers. No.私今回ハリーポッターのリポーターをしに来たんです。聞いたよ、1万人の中からオーディションで選ばれたんだってね。本当におめでとう。どう、楽しんでる？楽しいです。今すごく楽しいです。 I'm so happy right now. あ、それは素晴らしい。よかったよ。 That's OK? That's very OK. Super OK. Sorry. え？この彼女の気持ちすごくリアルだよね。すごい。今回ハリーポッターと謎のプリンスの見どころは、僕とマルフォイ役のトム・フェルトンがトイレで対決するシーンかな。僕はそれが一番かっこいいシーンだと思ってるんだ。そうだな。あとホラス・スラグホーン役のジム・ブロードベントも見逃せないね。彼は素晴らしい俳優なんだよ。彼の演技は本当にすごいし見応えがあるよ。絶対見ますね。いいね。ぜひ見てね。本当にたくさんの人たちに見てもらいたいんだ。日本にはいつもハリー・ポッターのファンがたくさんいてくれて本当に嬉しいよ。ずっとファンで居続けてくれるとありがたいな。ここで日本から持っていったお土産をプレゼント。これ僕は君の秘書になれるね。そしてカナちゃんはダニエル君に会えたらどうしても伝えたいことがあった。もう私は1万人の中で選ばれた一人なんですけど、私よりももっと知識がある人とかすごいいろんな人がいたんですよ。ダニエル君のことが大好きだって言ってる人、そしてこの右手でみんな握手してきたんですよ。その人たちとこの右手にみんなと握手してきて、この手をダニエル君と握手してくださいっていう話もしたし、いろんな人がダニエル君のことを好きなんです。もうそのことを分かってくださいっていうかお願いします。いろんな人が本当にいるんです。熱いかなちゃんの思いを聞いたダニエル君は、私だけじゃない。 I think that is a really なんて謙虚なんだ。本当に心温まる優しい話だね。カナが選ばれなかった人たちのことをここまで考えているなんて、僕は本当に感動したよ。ハ
リーポッターが大好きだというみんなの思いを込めた右手。ダニエル君はその右手を固く握ってくれた。あとあのインターネットで調べたんですけど、モマって好きですよね。I just got the information about you from the internet. Oh, right. I heard that you like the brand called dairy product called MoMA. MoMA. Yogurt. M-O-M-A. It's like a yogurt or dairy product. No, I don't know. 初めて聞いたよ。ニューヨークの現代美術館のモマには行ったことがあるけど、そのことかな。本当に？僕から直接それは知らないと聞いたんだから、カナがインターネットの情報をちゃんと訂正しておいてね。はい、わかりました。ありがとうございました。カナ、ハルシオ、おいで。およそ1万人の中からの選ばれし者、松田佳奈さん。初めて挑んだそのリポートは決して上手とは言えなかったかもしれませんが、彼女は最後までリポーターの使命を全うしました。なんか心残りはないですね。心残り、モマって書いたインターネットにモマって書いたやつ許さんし。かなちゃん、リポーターお疲れ様でした。